Toxotta Network. I am Tom Constantine, and today I'm with Mina Mascree, also known as Kamen Rider Marika from Kamen Rider Game. Thank you. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. What made you want to get into action acting? Kake wa motomoto joyou san ni naritakutte de eizou to ka terebi to ka ni detai tte zutto omottete chiisai koro kara でダンスを小さい頃からやってたんですよ。で、まあ、女優さんとその体を動かすことがもともと好きだったので、それをなんかつなげられるものってないかなって思った時に、ちょうどその時にあのアクションの、授業があったんですよ、養成所で。それで、あ、アクションって思って始めたらすごく楽しくってハマってしまって、で、やろうって思いました。最初から JE？ そうですね、JE でした。なんかもうアクションといえばジャエだっていうのを同級生のお母さんが言ってて、ちょうどなんかその世代だったらしくって、アクションといえばジャックだよって言われて。 What was your first role, in acting? 初めての役は映画だったんですけど、芸者対忍者っていうもうタイトルからしてもう日本って感じなんですけど、海外向けの映画で、私は芸者の役で、芸者からくの一にこう変わるんですけど、でもうアクションバリバリの映画で、海外向けに本当に作った映画なので、ずっと終始アクションをしてるっていう映画でした。はい。How did you get the role on Kamen Rider Game as Marika? 何度か特撮、東映の特撮作品には出させていただいていて、でプロデューサーの武部さんっていう方が、あの JA ともすごく深い、あの知り合いでいて、で、あの私のこともその JA で女性で動ける人がいるっていうのを武田さんが知ってくださっていて、でガイムっていうのはすごくライダーの数が多くて、女性ライダーも出るっていうことだったので、女性で戦える人だったらつくいちゃんって言ってくれたらしくて、でつくいちゃんだったらもう中と外もできるし、つくいちゃんでっていうのを言ってくださったらしく決まりました。はい。 What was it like playing Marika?Before and after Henshin. やっぱりすごい難しかったんですけど、最初なんかやっぱりスーツを着ている状態だと動きを普段よりもちょっと大げさにやらないと分かりづらい、表情が出ないので分かりづらかったりとかがして、でそのアクションをやるシーンとかは結構まあやりやすかったんですけど、お芝居をスーツを着た状態のお芝居部分がすごい難しくて、やっぱりあんまり湊陽子っぽく普段の湊陽子でやっちゃうと、あまりにもこう動きが少なかったりとかしちゃって分かりづらいって言われちゃって、なのでそのバランスがやっぱりすごく難しかったですね、最初は。やっぱり変身した後もうテンションすごく上がるんですけど、してない時はしてない時で楽しかったので、どっちだろう、難しいですね、両方好きですね。それでいいんです。 Do you think there will be more opportunities for actors to be both the character and the suit actor as well because of you?私スーツアクターはあまりやったことがなかったんですよ、正直。で、ずっとうちの事務所でもその女優部門というか、そのスーツアクター部門と女優部門みたいな感じで分かれてはいて、でそのスーツアクターっていうのは本当に湊陽子役をやって。た時に初めてやらせていただいたんですよ。で、
この事務所に入って、何度かその、仮面ライダーだったり、戦隊ものの悪者といいますか、そのドーパンとか、はい、がなんかあの雑魚キャラっていうのかなの中には何回か入ったことがあったんですよね。本当に養成所上がって事務所に入ってすぐなんですけど、もうそれでもうすごい難しくて、でやっぱりスーツアクターさんってすごいなって思った覚えがすごくあって、で今回両方やってやっぱりなんか、役者とスーツアクターさんが分かれてる意味も分かった気がして、やっぱりスーツアクターさんってもう本当に技術もあるし、なんかやっぱり役者にはできないことっていっぱいあるんだなっていうのを感じたので、これからそのもしそのスーツアクターをやってる方が役者さんとして出るってなったら、もう心から嬉しいし応援したいなっていう気持ちがすごいありますし、役者からスーツアクターもやるっていう風になったら、いやすごい難しいぞって思いますね。すごい大変だぞって思いますね。そうですね。でもそういう方が、まあ、なんか、あでも増えていったらうちの事務所の意味もなくなっちゃうので、ちょっと複雑なんですけど、そうですね。What are you planning for the future? そうですね。やっぱり日本の映画ってやっぱりアクションものが少なくて、海外のアクション映画が羨ましいんですよね。だからもう海外に進出したいですし、日本のアクション業界も盛り上げていきたいなっていう、まあ、一アクション女優として日本のアクション女優として盛り上げていきたいですね。はい。Thank you so much for today. Thank you. So nice meeting you. And thank you to Alpha Stunts for today. いや本当にありがとうございますですね。死んだしまった。死んだしまった。